て10メートルばかしと古いから臭い魚屋と安いけどまずそうな食堂があって山田さんの家は白壁の塀に突き当たったら右に曲がるってか、いやいや白壁の塀に突き当たったらすぐ分かるって。おおおお、分からないのかい。分からないのかい。分からなかったり分かったり分からなかったりかい。何言ってんだよ。通る待ち受ける、通る待ち受ける、アナトール待ち受ける。冗談